古屋経済大学4年東原優穂です。インカレ出場をかけた大事な試合でしたが、全員で勝利をつかみ取ることができてよかったです。創部以来ずっと目標にしてきたインカレ出場ということを達成することができてとても嬉しく思っています。ですが、このチームで長くプレーするために一つでも多く勝ち残れるように全力で練習に励んでいきたいと思います。未来の未来ですか。あ、美しいかな。え、美しい。
また入って、追い打ちをかけ